ヤマトグループは宅配便大手のヤマト運輸株式会社を中核とする企業グループ。2013年1月1日現在4つの事業分野で分かれており、全45社及び一公益団体であるで構成される。ヤマト運輸の車掌はアルファベット Y をモチーフにしたものであり、巡車掌としてはグループ主力ブランドである宅急便にも使われている。 親子の黒猫マークがある。また、グループとしては、猫マークとともに、社名や、ヤマトグループと書かれている。もともとは、宅急便などを展開していた、ヤマト運輸とその子会社を中心とした、ヤマトグループであった。その後、持ち株会社会移行して、現在は、ヤマトホールディングス参加の各企業がグループ会社として名を連ねている。グループ各社は、基本的に、 ヤマト運輸本体が行っていた事業の分社化という経緯で設立された企業が多いため、親会社のサポート企業としての面が強い。しかし近年は、宅急便やヤマト運輸に依存しない企業も増えて、きている。海外の事業関連団体、事業概要。ヤマトグループ。2020年9月23日閲覧。ヤマトグループ事業概要、事業概要。 ヤマトホールディングス株式会社2021年9月3日閲覧ありがとうございます。